バッドホップの裏のボス、頭脳とも呼ばれ、高いラップスキルとビジネスセンスを見せつけながら、セルフプロデュースでバッドホップをスターに押し上げた立役者でもあるワイザー。今更とも思えますが、今回はそんなワイザーの生い立ちをまとめてみました。ワイザーこと本名岩瀬優也は1995年に神奈川県川崎市川崎区池上町という日本一空気の悪い場所とも言われる工業地帯に三男坊として生まれました。美人の姉とバイヤーの兄マサ、ティーパブローと兄の4人家族で母子家庭で育ちます。父親は事業で失敗し、昼から酒を飲み、ギャンブルも好きだったため多額の借金を抱え離婚。ヤクザの取り立て、薬物依存は当たり前。母親も一家心中を図ろうとしたこともあるという壮絶な家庭環境の中で、家族揃って食卓を囲んだ記憶も少ないというワイザー。保育園の頃に兄ティーパブロー、テイジージョジョ、バークの4人でゴキブリギャングスターを結成。他の園児が作った積み木を破壊したり、女子のパンツをずらしたりの悪行を働いていたそうです。経済的にもみんなの当たり前が当たり前じゃなく、小さい時から与えられることがほとんどなかった彼は、ガムテープを丸めてサッカーボールを作ったり、自分たちで工夫しながら欲しいものを手に入れていたことも。全員相当な不良の男3兄弟の中でも一番悪かったワイザーは、小学校2年生の時にはすでに喧嘩三昧。校内抗争では飽き足らず、他校に乗り込み番長を順番に潰していったり、タバコも吸い、デパートに物を盗みに行ったりと、小学生にして漫画を超える悪事を繰り返します。ちなみにこの他校との喧嘩でイエローパト、Gキッドと出会います。周りの同い年の友達も同じで、金髪にスカジャンを着ていたり、将来の夢という項目にヤクザと書いたり、そのような人間は当たり前のようにゴロゴロいたことで、小学校2年生には悪いことだということがわからなかったようです。もうこの時点で普通に育った一般人には到底理解できないところまで行ってるのがわかります。ちなみに兄ティーパブローと小学生からサッカーチームにも入ります。リバトークでよくサッカーの話題が出たりと、バッドホップメンバーはサッカー経験者が多いです。そんなワイザーは小学校4年生でヒップホップと出会います。最初に聞いたのはジブラ。地元にツタヤができて、お母さんとワイザーとで行った時に、ジブラのライブ DVD のジャケットを見て、この人日本人じゃないよねと聞き、髪を編み込んでいるジブラの見た目に超かっけーと興味を持ち始めます。それから名古屋や横浜のウェッサイが好きになり、逆にこの頃は海外のヒップホップ聞いてるやつはダサいぐらいに思っていたようですが、2個上の兄がいろいろ聞かせてくれて、次第にアトランタやサウスのヒップホップにも影響を受けます。中でも T.I. は若くてかっこよくてスタイリッシュな感じがいいなと思っていたようです。そして小学生にして悪行三昧だった彼は中学に入り、さらにエスカレート。短ランにボンタンを履き、中学時代は T バープローと共にギャング団を率いて、岩瀬兄弟として地元でも有名なワルに。学校では廊下で普通にタバコを吸いながら、先生とすれ違ってもウィーズみたいな感じで彼ら専用の教室があったり、監視役の先生にプロレース技をかけたことから被害届を出されたことも。さらには小学生から入ったサッカーチームは、兄のティーパブローが先輩に強めの指示をしていたため恐怖感を与えてしまい、生徒の親から辞めさせてほしいと要望があり、顧問から首宣告。しがらみも生まれ、地元の先輩は上納金といってはお金を要求してくるようになり、彼らはお金を盗むことでしか用意ができなかったようです。そんなある日、警察の岩瀬兄弟たちギャング団を捜査する専用のチームを作り、一斉捜査が行われたことにより、窃盗していた25人が逮捕され、全国的なニュースになるほどの事件となります。鑑別所に行った数十人ですが、少年院に行く際、同じ少年院には3人ほどしか行けなかったため、リーダー的存在だったワイザーが選ばれて少年院へ行きます。1年半ほど14歳のワイザーは少年院に入所することになりますが、一つの少年院だけでは終わらず、榊原が入るほどの関東医療少年院という精神疾患がある未成年が入るところにも入所します。結果的にその医療少年院での日々が彼を変えていきます。これまで生まれ育った環境がいかに特殊であったかを少年院のカウンセラーから告げられ、自分が生まれ育った環境の特殊性に初めて気づきます。そして関東医療少年院で何もすることがなく、年間200冊ほど本を読んだワイザー、その中で得た大切な人生の指針を約30枚のメモに書き写し、それを今も大事にしているそうです。また医療少年院に収容されるまでの罪を犯してしまったものの、最後の歯止めをかけてくれ、育ててくれたのは祖母と祖父だったそうです。
その2人の思いは特別なようで、後に腕にもそのタトゥーを入れていました。後に今ならいけないことだとわかるが、当時は人のお金や物を盗んではいけないことが本当に分かっていなかった。複雑な環境で育ったけど、今振り返ると逆にその複雑な環境に感謝していると語っていました。捕まる前の中2の頃、兄のマサが太ってる友達のことをこいつミート、ほんでもってニート、そんな感じだよと韻の踏み方を教えてもらいます。その時はダジャレっぽいなという感じだったそうですが、その兄が捕まってティーパブローと3人で手紙でリリックのやり取りを始めます。そして少年院の先生がくれたノートにひたすらリリックを書いて、兄弟と手紙のやり取りで、そのラインいいね、外出たらラップしようなと約束。そして退院後、15歳で地元の先輩のイベントで、先輩から突然、向こうのギャングはラップもできるんだよ、やってみろよと言われ、ステージに上がったことが始まりで、本格的にラップを始めます。そんなある日、地元の先輩にジブラの誕生日パーティーに連れて行ってもらい、ジブラと出会います。ワイザーが写真撮ってくださいと言うと、いくつ？ラップやってんの？やってますみたいな会話からフリースタイルをすると、ジブラが飛び跳ねて映画さながらマネージャーに抱きつきながら、やべえやつやっと出てきたぞ、今すぐ連絡先交換しろとその才能を見出されます。その時ジブラに、今ラッパーとして飯食えてるやつ何人いる？10人行ってみと言われ、パッと考えて5人ぐらいしか答えられずにいると、だろ10人答えられないだろう、このゲームに参加させちまって悪かったな、応援してるよと言われます。その後17歳で高校生ラップ選手権の第1回大会にディアブロとして出場。そこで兄のティーパブローが優勝しますが、ワイザーは1回戦で敗退。それからジブラが沖縄にライブ見に来いよと直々に誘われ、5000人の前でジブラがこいつらやべえからよと言ってくれ、フリースタイルでラップを披露。その後第5回高校生ラップ選手権に出場し優勝。パブロは2度の優勝し、双子の存在を一躍全国に広めました。それからは地元の友人たち8名でバッドホップとして活動しながら、高校生ラップ選手権の大会コミッションを務めるジブラのレーベルから兄と2人で兄弟ユニットの2ウィンとしてデビュー。それを受けてバッドホップのファーストアルバムを発売し、楽曲面でも活躍をし始めます。ファーストアルバムバッドホップから始まり、セカンドアルバムモブライフで初の全国ツアーを開催。2018年にはゼップ東京でワンマンライブ、そして同年11月には日本武道館にてワンマンライブを開催。ちなみにチケットは数時間で完売。クレイジージャーニーなどテレビの出演オファーもかかり、2019年にはそうそうたる海外プロデューサーと楽曲を制作。コロナウイルスが流行る中でも勢いは止まらず、横浜アリーナで無観客ライブを開催。1億円の負債を負いますが、クラウドファンディングで支援を募りました。今年2021年に波物語に出演しますが、このイベントが感染対策が不十分と批判を受け、横浜アリーナでのワンマンライブは延期を発表。レコード会社にも大手事務所にも属さず、全て自前で音楽ビジネスを展開するワイザーは、音楽を売ろうとは思ってない、音楽を通して知名度が上がればそれに付随する商売がお金になると語る。そのビジネスセンスの高さこそが、ここまで今のバッドホップが存在している一つの理由とも言います。今ではラップスター誕生の審査員をしていたり、地元川崎に無料のスタジオを設立している彼はこうも語っていた。ヒップホップは音楽ジャンルではなくカルチャー。僕らはこれを絶やさないようにやり方の基盤を整えていかないといけないと思っている。ヒップホップで食べていけるように若い子たちに教えていかないといけない。現在はトラップの本場アトランタに滞在し、2チェーンズを手掛けたプロデューサーとスタジオに入ったり、ライブをしたりしているワイザーのこれからの楽曲に期待が膨らみます。簡単にですが、以上がワイザーの生い立ちでした。チャンネル登録と高評価をお願いします。ご視聴ありがとうございました。